源平清水記は、軍記物語の、平家物語の遺本の一つ。48巻、著者不明。読み本系統に分類される。二条院の王法年間から、安徳天皇の受影年間までの20年余りの、源氏、平家の清水工房を百数十項目にわたって、詳しく叙述する。軍記物語の代表作の一つとされる、平家物語をもとに増歩改修されており、 源氏側の過失、本筋から外れた相話が多い。その上調さと過失から生じる矛盾などを含んでおり、文学的価値は、平家物語に及ばないとされるが、語り物として流布した、平家物語に対し、読ませることに力点を置かれた、聖水器は、読み物としての様々な説話の豊富さから、後世の文芸へ与えた影響は、大きく、様々な国民伝説の宝庫である。 現在、平家物語と比べて入手困難であるが、江戸時代水戸藩の水戸商工群編さんによる参考減平清水器を定本とした新定減平清水器が新人物往来者より1988年から1991年に刊行されている。三谷書店からは全8巻の予定で1991年から減平清水器が現在6巻まで発売されている。 2005年に注釈なしの現代語訳、漢訳原平清水器が、弁制出版より、全8巻で発売されている。平家物語と、原平清水器の戦後関係の問題は、そう単純ではなく、研究者間で大きく異なるので、主な主張を列挙する。まず、林羅山は、発出次長が原平清水器を作り、雪長が12巻本。 平家物語を作ったとした。これは、後の富倉徳次郎に先行して、読み本形、語り本形の二言論を、つれずれ草の土で説いたものである。他にも江戸期には、土井京平、近藤義樹が二本の戦後を論じている。近代に入りまず、山田隆夫は、源平清水期が後藤岡作太郎は、源平清水期が先であると、異なる研究成果を発表した。 また、1963年、山下博明は、原平家から語り本家、読本家が派生したものであり、旧遠鏡本、原平清水器、南都本、八代本を同列に扱い、山下が考える、原平家により近い、原平登場録、四部活戦場本の影響下に、原平清水器を置いた。また、富倉徳次郎以来清水器を、読本家に分類するのが、 一般的であるが、厚見薫は、富倉徳次郎氏はっきりしていないと述べている。厚見薫自身も、同書で、何らかの抑揚を持った、口語りの台本、特に中国の講師の影響を受けた、口語りであろうと考えると述べるように少数ながらも、語り本形の要素があるとする研究者もいる。どちらが正しいというのではなく、どちらの説に賛成する研究者が現段階では、 多いかということに過ぎない。落語や講談のネタとしても同名のものがあるが、筋のようなものは存在せず、実際には漫談、血話と呼ばれるものに近い。古典の原平清水記との関連性はあまり深くはなく、落語全集の類でも話の題名が、原平、平家物語等と記されているほどである。祇園商女の鐘の声の下りを一鎖り述べた後、 平家物語のあらすじを断片的に話し、それに関係しているかしていないか微妙なギャグやジョーク、小話を連発、一段落ついたところでまた、平家物語に戻る、という構成が取られる。小話で笑いを取る方が重要で、極端に言えば、平家物語は、数々の小話をつなぎ止める、接着剤の役割に過ぎない。藤井聡哲は、講座にあまりかかることはなく、 別の言い方をすれば時事落語で、内容は演者によって大きく変わる。いわば落語家のセンスによって変化する落語である。落語界では、地話を行う話家は軽視されているが、この話は、江戸初期の落語早々期の形態を残すものだと考えられる。演じている落語家は立派であると述べている。落語家の七代目、林家正蔵、初代林家三平、十代目。 桂文治、立川男子らの得意ネタとなっていた。もともとは、源平清水記といえば七代目、林家正像の十八番であり、これを東方名人会で聞き覚えていた息子の初代、三平が後輩の柳谷公園に伝授した。これにより、源平は多くの落語家に演じられるようになった。演者ごとのストーリーの例を大まかに記すが、実際には筋はないので、 公演ごとに異なっていた。特に男子のものは、初代三平から教わった、玄平に、吉川英治の、新、平家物語のエッセンスを加えたものである。なお、男子が演じた、玄平清水器には、下げがなく平家物語の冒頭部分を最後に再び、語るが、元の三平や文治が演じた、玄平清水器には、地口落ちの下げが存在する。派生の話として、 那須余一の八島の戦いでの扇の的の下りを詳しく話す春風亭小朝の扇の的という演目がある。この話の場合、下げは初代林家三平が演じる下げと同じである。情報落語では今朝午前という演目の落語があり、その名の通り今朝午前に焦点を当てた形となっているが、総和の方に重点が置かれる、千葉梨という点では、 原平と同じである。小福亭鶴子が得意としている。昭和49年、落語協会、編、古典落語9部家、あだ内話書斎の解説、バンブームック落語 CD ムック立川男子一男子、柴浜、原平清水期2010年、地区書房落語協会、編、古典落語9部家、あだ内話書斎の、初代、林家三平原平によった。 ありがとうございます。